チョスが選ぶクリスマスシーンベスト3、イエーイ。はい、どうもチョスです。というわけで今回も8月のシンデレラ9の方をやっていきたいと思います。というわけで今回は、チョスが選ぶクリスマスシーンベスト3を、発表していきたいと思います。はい、クリスマスシーンね、もう2017年ぐらいからありますけれども、もう結構ねシーンたくさん出ております。はい、その中で、チョスさんが選んだ、チョスさんが好きなね、ベスト3を発表していこうかなと思います。でですね、まあこのベスト3はですね、この選手を持っといた方がいいよとかね、この選手強いよみたいなね、そういう、ベスト3ではございません。本当にね、あのチョスさん好みのシーンを、3選手選ばさせていただきました。うん、なのでそこだけねご了承ください。はい、でね、まあこの選手は何年に出た選手ですよみたいなこともね言おうと思いますので、まあ今まで見てる方はもう復習がてら、そしてねチョスさんがどういう選手を選んでるのかっていうのと、最近ね八内を始めた方はですね、いやこういう選手もいるんだっていうのをね、まあ勉強がてら見ていただければいいかなと思います。はい、で、もうすぐですね、復刻の方で、過去の、クリスマス選手たちも来ますので、まあそれのね予習みたいな感じで見てもらえばいいかなと思います。では早速、第3位から発表していきましょう。8月のシンデレラ9、第3位はこちら、笑顔あふれるパーティーを本庄千景でございます。やったー。はい、ということで、まず第3位はこちらがランクインしましたね。はい、というわけでこちらのシーンはですね、上階生みんなで、本庄さんの家やったかな、確か本庄さんの家で、クリスマスパーティーをするという、シーンになっております。はい、こんな感じで、まあ、ザ・クリスマスですよね。うん、クリスマスツリーがドーンとあって、しっかりとね飾り付けもしてですね、このご飯、料理たちもすごく美味しそうでございます。そしてケーキもねしっかりとあるという感じになっております。はい、でね、まあ一人ずつね顔を見ていくと、まあ本庄さんもちろん嬉しそうですね。で塚原さんもまあ楽しんでますね。うん、で、まあ塚本先輩はなんか食ってますね。うん、岩木ちゃんも嬉しそうです。で、浅田パイセンもね嬉しそうなんですけど、舞子だけね、ものすごく疲れておりますね。うん、でこれは理由がありましてですね、あの買い出しの時点でですね、あのすごく浅田パイセンと、岩木パイセンにね振り回されるという、お話がねございます。はい、それでこんな感じでちょっと疲れてるんじゃないかなというふうになっておりますね。うん、はい、で、こちらのシーンはですね、2017年に登場した選手となっております。はい、なのでまあ一番最初のクリスマスの時ですね。うん、確かまあこの時は2017年なんでまだ2年生でしたね。でこの2年生全員で、クリスマスパーティーしようぜみたいな話になって、やるやつですね。そしてまあ、 あの翼たちの代は翼たちの代で、やるという感じになっておりましたね。はい、で、まあそのストーリーも動画にしてますので、概要欄に貼っておきますので、まだ見てない方はぜひ見てみてください。はい、はい、でまあ選んだポイントなんですけど、これはマジでもう3年生、まあ今でいう3年生が全員集まってるっていうのと、このねザ・クリスマス感がもう勝因ですよね。別に勝ち負けじゃないけれども、まあ、 選んだ理由でございます。はい、もうこうクリスマスってなんかこうワクワクするじゃないですか。もうそれがね前面に出てるというか、もうキラキラしてていいですよね。うん、そしてこの3年生の仲良さがね、仲の良さがすごい出てる一枚になってるんじゃないかなということで、第3位で選ばせていただきました。はい、ありがとうございます。で、この本庄さんはですね、スカウトでお迎えすることができます。確かねクリスマス限定のスカウトでお迎えできるやつですね。はい、でまあおそらく、まあ、復刻してくれるんじゃないかなということで、はい、復刻したらぜひ皆さんも、弾いてみてはいかがでしょうか。非常にね、素晴らしいシーンとなっております。はい、ということで、第3位は笑顔あふれるパーティーを本庄千景でございました。8月のシンデレラ9、それでは第2位の発表でございます。第2位はこちら、パーティー色に染まる倉敷舞子でございます。はい、ということで、第2位はですね、こちらの、倉敷舞子ちゃんでございます。はい、で、こちらのシーンはね、どういうシーンになってるかと言いますと、先ほどね本庄さんのシーンでお話ししました通り、ちょっとね疲れてましたね、舞子。
使われておりましたけれども、その理由がこちらですね。浅田パイセンと岩木ちゃんに、こうね振り回されるというシーンになっております。はい。買い出しね、この3人で行きまして、マイコはねさっさと買って早く戻りたいんですけれども、浅田パイセンはね、大好きな干し芋を、持ってきたりですね、岩木ちゃんはこのいつも食べてるやつより美味しいぞっつって、食べた方がいいぞマイコもみたいな感じでね、もう暴れ回ってるわけですよ。でそれにもう疲れるマイコみたいなね、このシーンが非常にねいいわけでございます。はい。ということでこちらが、第2位でございます。はい。でこちらはですね、SR 選手となっております。でこちらも、スカウトで、出る選手でございましてね、またこちらも復刻したらぜひ皆さん引いてほしい選手の一人でございます。はい。でまあこちらもね、もちろん2017年に登場した選手ですね。うん。いやまあこれもさ、一見クリスマス感ないかなと思ったんですけれども、よく見るとねこういう装飾とか置いてるものとか結構クリスマスっぽくて、まあ、これはこれでありなんじゃないかなって感じですよね。そして普段見れないさ、この舞子とか浅田パイセンとか岩木ちゃんの服装、めちゃくちゃ私服なんですよね。いつもさ、ほら制服かさ、ユニフォーム姿が多いじゃないですか。でまあ、これに関しては私服が見れるということで、まあ選んだ理由の一つですねこれは。はい。マイコすごい大人びた格好してますしね、岩木ちゃんちょっと寒くないんかなって感じしますけど、まあなんかそこは熱血で押し切るんですかね。わかんないですけど、私服でもその帽子はかぶってるんですね本当に。そして浅田パイセンは結構可愛らしい服を着てますよね。うん、これも結構ポイント高いですね。うん、ただちょっと欲しいもんは持ってこないでほしいですね。はい。ということで第2位はですね、パーティー色に染まる倉敷舞子でございました。いやーいいですね。うん。8月のシンデレラナイン、それでは第1位の発表です。第1位はこちら、無邪気さに振り回されて野崎勇気でございます。やったー。はい。ということで、まあもうみんな分かってたんじゃないかなとは思うんですけれども、第1位はこちらの野崎ちゃんでございます。いやー可愛らしい。はい。ということで、こちらが1位なわけでございますけれども、まあまずこちらの紹介していきましょう。こちらはですね、2018年に、登場した選手でございまして、まあお話的にはセンバちゃんの家で、クリスマスパーティーするよみたいな感じのやつですよね。うん。で、野崎がサンタとして行くんですけれども、こんな感じでね子供たちに、たかられるというシーンになっております。はい。まあこれが出た当時はね、この子供たち邪魔やなと、野崎だけでよかったんちゃうかみたいなことがね言われてたみたいです。はい。僕もね同じことを思いました。はい。このちょっと子供たち羨ましいですね。はい。はい。ということでですね、こちらが第1位ということで、はい。まあこの他にもね2018年の選手で言うと、まあ直江ちゃんやったりね、ヒイラギとかも、一緒にセンバちゃんのところで、クリスマスパーティーしてますね。はい。うん。でこれはまあまさにサンタさんの衣装ですし、まあクリスマスツリーもね後ろにでっかいのドーンとありますしね、ザ・クリスマスといった感じですよね。うん。このセンバちゃんの家感がちょっとだけ出てるのいいですよね、ここの畳とかで。あ、センバちゃんの家は畳にねクリスマスツリーを置くんだなということが分かりますよね。うん。そしてねこの野崎ちゃんはもうものすごい可愛いですよね。うん。まあ衣装もなかなか、いかついの、いかついって言ったらですね、結構攻めた衣装を着てますよね。うん。結構胸元も開いておりますしね。うん。このここの男の子やばいですね、こいつは。こいつ確信犯ですね。うん。僕もね、センバちゃんの、兄弟になりたいということで、で、ちょっとねこちらのボイスがね面白いんですよね。ちょっと聞いてもらいましょう。私じゃなくて、わしは見ての通りサンタさんです。みんなにプレゼントを渡しに来たんですよ。一時はどうなることかと思いましたが、なんとかサンタさんだと信じてもらえたみたいですね。最後までサンタさんになりきれる
派な服に立派なおひげ、どこからどう見てもサンタさんですよ。はい、ということで、野崎ちゃんがねものすごく頑張っていますね。ちょっとあのキャラ崩壊してませんか、大丈夫ですかと言いたくなりますけれども、あのね子供たちにバレないように、声をね変えてあのサンタさんをね演じておりました。いやそれがねすごくいいですよね。そしてこのセンバちゃんの弟妹たちのために、頑張るというシーン、いや素晴らしいでございます。はいはい。で、こちらはですね SSR の選手となっておりまして、スカウトで、ゲットしましたね。なのでこちらも復刻してくれたらね、嬉しいですよね。まあ、野崎は結構あの限定シーンが多いので、全部集めるの大変ですけれども、持ってない方、そしてね野崎ファンの方、ぜひ、こちらのシーン復刻来ましたら、引くことをねおすすめいたします。はい、8月のシンデレラナイン。はい、というわけでね、いかがだったでしょうか。チョスが選ぶクリスマスシーンベスト3でございました。まあなんとなくね予想できた方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。特に1位はね、ただまあ2位と3位はね結構意外だったんじゃないかな。このね舞子のシーンすごい好きなんですよね。はい、ということで、皆さんのね好きなクリスマスシーンもぜひコメント欄にね、書いていってください。よろしくお願いします。はい、そしてね、今回紹介できなかったクリスマスシーンもたくさんございましてですね、ちょっとちらっとお見せしますと、2019年で言いますと、こういう選手たちがいましたね。2019年はみんなのね幼き頃のクリスマスの思い出みたいな感じで、まあこういう月島ちゃんの幼い頃の、シーンだったりとか、東雲のね、こういう幼い時のシーンやったりとか、結構幼い頃のクリスマスのお話でございました。はい、それにちなんだ、シーンがねたくさん来ておりましたね。でこれはどうやら復刻決まってるみたいで、火曜日からかな、なので明日から、復刻するみたいです。はい、なので、気になる方はねぜひ引いてみてください。はい、そしてイベントも来ますので SR のねクリスマスシーンもゲットできますので、それもぜひ皆さんゲットしてみてください。はい、そしてまあ2018年で言いますと、まあさっきの野崎ちゃんもそうやけれども、こういうね直江ちゃんだったりとか、ヒイラギですね。であとは小麦もいました。この小麦もねなかなかいいお話でしたよ。これはねストーリーありますのでぜひ見てほしいですね。であとはそうやな、これ言っとかだからな、浅田パイセンと、つくもちゃんですね。このつくも先輩がねこういう格好してるの珍しいですよね。これもなかなかレア、っていう感じでございます。はい、まあそんな感じかな。2020年に関してはもうみんな今やってるから知ってるでしょっていうことで、はい、そんな感じでございます。であと2017年の選手ですね、まあ2人ほど紹介しましたけれども、まあ1年生で言うとこういう感じになっております。まずともっち、はい、こういう感じですね。なんかこれはお土産買ってるシーンやったかな確か。はい、であとはあかねちゃん、こういうやつですね。はい、いいですよね。1年生は確かなんかテーマパークに行ったんかな、遊園地かなんかに行ってみんなで遊ぶみたいなお話だった気がします。はい、はい、ということで今まで来ているクリスマスシーン一覧でございました。まあまあまだね他にも紹介しきれてないキャラ、まあ、いますので、まあそちらはね各々で調べていただければなと思います。はい、というわけで本日はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。ツイッターもやってます。ツイッターは概要欄に貼ってますので、ぜひぜひフォローの方よろしくお願いします。というわけで、また次回の8月のシンデレラ9でお会いしましょう。以上、ジョス・ミラミシンさんのジョスでした。メリークリスマス。ちょっと早いけど。